はいどうも皆さんこんにちは、ぜひこです。それでは今回なんですけども、今サムネの方に、あとタイトルにも書いてる通り、折り紙ペイの登録から使い方までということで、こちらか、僕の方から説明していこうかなと思っております。で、まずこの折り紙ペイなんですけども、もともとこの株式会社折り紙という会社が、配信しているアプリの、QR コード決済が使える、決済の、アプリといったら捉えたらいいのかなと思います。で、一応 iOS、iPhone や Android、それぞれでも使うことができますよということですね。こんにちは、キャッシュレスということで、結構、楽天ペイとか PayPay とかに続いて、この折り紙ペイもかなり勢力を上げてきてる QR コード決済の会社なのかなとは思います。で、それでは早速もう、登録方法からお伝えしていこうと思うんですけども、今回は僕 iPhone XS を使ってるので、iOS のアプリを使ってやっていきたいと思います。で、まずは1番目、App Store から折り紙スマホアプリとスマホ決済アプリというのをまず入手からインストールを行ってください。で、次に2番目、インストールが完了すると早速利用開始の手続きが始まるので、2番の真ん中の方にある折り紙の利用開始を、するというところを押していただきます。で、これを押したら3番のメールアドレスの登録。僕は Facebook をやってないので、メールアドレスの登録を行いました。3番ですね。で、次4番。携帯番号の、番号を入力していただいて、あとは5番のお名前を登録して、これで完了ということで、登録は、ほんと爆速っていうぐらいめちゃめちゃ早く終わります。で、これで6番の画面だったら、一応メールアドレスの認証するので、そこのご自身のメールアドレスが6番の画面に出てるので、その認証コードを入力したらもうあとは終わりということですね。なので、サクッと登録ができるので、試していただいてもいいのかなと思います。で、次は、銀行口座の登録を行うので、次は7番の画面ですね。7番の画面で、まずは、こちらのウォレットというところ、右上のウォレットというところを押していただいて、次8番。僕は銀行口座を登録したいので、8番の上の金融機関口座を登録するを押します。で、そしたら、金融機関それぞれのページに飛ぶので、僕は今回三井住友銀行へ登録したので、9番の、三井住友銀行へ登録したら、登録できましたよという合図で、右下というよりか右側に青いチェックのマークが入っているかと思います。これで口座の登録が完了となります。で、諸々の登録はこれで完了となるんですけども、そこで気づいたいくつかのポイントというよりか特徴をですね、お伝えしていきたいと思います。大きく分けて3つありまして、まず1つ目、チャージがなく口座から引き落とし、クレカも、直接決済がかかる Visa かマスターということなんですけども、これはちょっとすごいなと思って、これ僕、実際に入れてみて思ったんですけど、どうやってチャージするんかなって探したら、チャージするとこなかったんですよ。どういうことと思ったら、なんと、今、左と右側の時は、お買い物する時の、スキャンするとか、あとは右側がバーコードが載ってる時なんですけども、例えばこれを使って折り紙ペイで決済をした瞬間に、今回紐づいてる口座から直接、引き落としがかかるっていう感じになってるんですよね。なので、PayPay とか LINEPay って、まずチャージをして、そこから使うっていう手間が1個あったんですけど、それがなく、もうスキャンとかバーコードで決済した瞬間にその口座から引き落としされると。クレジットの場合はそのままそのクレカに決済がかかるっていうことになってるので、これはいいなというのは思いましたね。これかなり素晴らしいと思います。で、ちなみにクレジットカードは Visa かマスターしか使えないので、ここは気をつけてください。で、こちら、その特徴その2は、これは便利だなと思いました。使用可能な店舗をマップで確認が可能ということで、左側の画面、地図からお店を探すというところですね。こちらを押していただくと、マップと折り紙ペイが連動しているので、そうすると右の画面に変わります。例えば、今、東京の渋谷というところで場所をフォーカスしてみると、そこの渋谷でどこでこの折り紙ペイが使えるのかっていうところを、この折り紙ペイの、鶴の折り紙のマークで示してくれるようになっております。なので、これは PayPay もこの機能あったんですけど、これめちゃめちゃ助かるんですよね。いつもその LINE ペイだったらどこに使えるかなとか、もうわざわざ確認することすらもう減ってきてる部分はあるんですけども、折り紙ペイはこうやって検索することができるので、これはかなり便利だなぁとは思いました。これ、個人的にすごい好きな機能ですね。そして特徴その3。この折り紙ペイのアプリを入れていただくとわかるんですけども、そこの右下のマーケットというところをアプリの右下のところを押すと、その折り紙ペイのアプリ内で、ショッピングが可能ということになっておりますね。で、一応折り紙ペイと連動しているので、このアプリ内でいろいろ決済ができるというところでしたね。これはもう他の QR コード決済、僕が今まで説明した中でもまだそれはなかったので、またちょっと、面白いなっていう発想でしたね。で、なので、こういう活用される方もいいのかなとは思います。はい。ということで、今回はアプリの登録と、インストールから登録、そして主な特徴をお話しさせていただきました。で、僕のこの印象としたら、折り紙ペイって結構まだクーポンとかちょくちょく出てるので、で、なんか一番最初、初心者の人でも、最初に使える 10% オフのクーポンとかもあったので、なので、初めて使う人にもかなり、折り紙ペイはいいのかなという印象を持ちました。ということで、今日は一旦ここまでにしたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、あとはチャンネル登録、そして Twitter のフォローなどをしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。